こんにちは。こんにちは。私の名前はやっぱりイーサン・シバニアです。で、このような場でプレゼンテーションできて光栄です。すみません。日本語、私の日本語があまりうまくないですが、皆さんに分かってもらえれば嬉しいです。そしてこのプレゼンテーションを皆さんと一緒にエンジョイできれば嬉しいです。で、全部書いた。こっちから こっちに立ったら何もできない。でだからセーフ場所です、これ。で、私今日だけ来なかった。これ書いてないけど、今日私のヒーサーさん、地下山下と学生さんも来ました。和樹、脇本、それとうちの部長は松井さんが今恥ずかしいですけどで谷垣さんと松永さんで、ありがとう、聞いたときに。そうですね。本当はイギリスでも海外でも、私アメリカとイギリスに住んでたけど、そんなに長い時間は話さないで、今日は日本語にするから頑張ります。だからで時々このセーフポイントに戻りますから、多分分かります。セーフの場所、本物のと多分あんまり分からないで、本物分からない、分かるの。はい。で、私今日は私の研究のことは話す。でも、もっと他のことも話したかった。それでいいですか？面白くなかったら言ってくださいって。で、最初に私のカリアについて、これ A ですけど、シンボリズムですけど、最初に私のカリアについてお話しします。で、私、今松永さんが言ったケインブリッジとアメリカと兄弟とすごい素晴らしいのことでも、そんなにでもそれから言いたいで、最初に私のカリアについてお話しします。で、私のカリアを知ってもらうこと、私の哲学をより深く分かってもらえると思います。私は多くの人と同じように一般の教育制度の中で育ちました。私はすごくラッキーで、ラッキーのことにケインブリッジやアメリカのサンタバーバラといったと素敵な環境にいました。誰がサンタバーバラにいたことある？すごいでしょ。カンパスは海の近いでしょ。で、ちょっと歩いたら泳ぐできるから、すごい素敵のカンパスです。で、そしてそれ15年前に初めて京都に来ました。で、京都大学で私は有名な教授のモットーで指導を受け、その教授の真摯な教育方針にインスパイアされました。本当に人からいろんな先生があった。でも、その人はすごい何も言えないでもプッシュしたで、そういう言えないでもプッシュのモチベーションの人はすごいインスパイアされました。で、それで私も彼と同じ道を進もうと決めました。 でもその道のりは簡単ではなかったです。教育者として
の第一歩はちょっとアンラッキーでした。で、私テキサスの大学で仕事を見つけました。で、いろんな理由でテキサスは私に合わなかった。多分言ったら多分わかるけど、あ、誰がテキサスからの人がないです、ね、はい。だから大事な私のすごく大事な准教授のポジションを辞めることにしました。で、多分どこでも誰でものカリアでも大学のポジションでも多分難しいですけど、大学でのポジションは森の中の細くて狭い道を歩いているみたいです。で、その道を外れることはとても怖いですでしょ。で、で、私たちは大人は森の中で迷子になることをとても心配しますでしょ。でも、しかし友達の時は森は遊ぶ場所で、小道を歩けだけの場所ではなかったはずです。子供たちがどこでも歩いてるでしょ。でもだから怖いはないです。で、そのことを思い出した時、目先のことばっかり心配しないで、将来のことに目を向けようと考えるようになりました。で、テキサス大学を辞める道を選んだ結果、ラッキーでもケンブリッジで仕事が見つかり、そして3年前ケンブリッジから日本に戻ってくることになりました。で、長い物語ね、すみません。でも私が言いたいことは、それ私の勉強のことは、道を外れることを怖がりすぎてはいけない。で、そうすれば自分が進む方向に道が開けるということです。の私の今の多分大きな勉強です。サイエンスじゃなくてです。で、私3年前に日本に戻ったでしょ。日本に戻った来て、ISEMS に入りました。で、ISEMS は物質細胞統合システム協定の略です。で、まず ISEMS、今私のことは忘れてください。今 ISEMS です。ISEMS の理念をお話ししたいです。素晴らしい場所ですから、多分日本にあまりないの場所、外国人の簡単に研究にできるとか、だからちょっと説明したい、この場所で、これ兄弟の場所ですから、その中で、この話の中で、ISEMS が意味するところを分かってもらいたいです。ちっちゃい子、こんにちは。すみません、すごくちっちゃい子があるから来る？あ、来ない、すみません、はい。ISEMS は物質化学と細胞生物学の両方で成功している研究機関が全くなかった10年前に誕生しました。そう、いろんなインスティテュートがありましたけど、マテリオスとかバイオロジーでも本当に一緒にしたことの場所はなかった。で、この10年後の今、
私たちは物質科学と細胞生物学の研究者が一緒に研究をできる環境を作りました。で、多分この世界にこのミクシアはそんなにない。で、生き物でもとも特徴的なことは何でしょうか。生き物で私たちはDNA だと考えます。それ一つ DNA でしょ。ニュークリア、皆さんのインフォメーションは DNA から、それ一つ の、 生き物のことでまたは細胞でしょ。細胞そのものです。で、また細胞を包む表面の部分です。これは細胞膜と言われています。どうしようそれ分かりました。バイオロジーでいろんなランゲージとかいろんなディスクリプションがある。でもこの3つのディスクリプションは多分ちょうどいい。どうしては DNA は自分のインフォメーションでしょ。でも細胞は多分自分のうちで、多分表面このメンブレインのは自分の窓でしょ。だからこの3人窓がなかったらコミュニケーションはできない。何も来ない、何も入れ出てないですから。で、そしたらこの3つのことはセルのことで、iSEMS ではこれら3つのものに合成された物質などの自然ではないものが加わるときにどのように反応するか研究しています。で、この10年間で私たちは自然と、私じゃない、誰です この10年間で私たちは自然と科学の境界で研究してきました。で、どうしてそういうことをするは、今はバイオロジーで、皆さんはバイオロジーはスタディする。で、マテリアルとか材料で皆さんはスタディする。でも多分これ混じったら新しい材料はセルに入ったら多分違うのことが来る。で、何が来るは分からない。だからunexpected のことが来る。でも今材料は expected で、セルも expected だから新しいこと来るかもしれない。そのためにこういうインベスティゲーションがするんです。で、あと細胞の科学原理を理解し、細胞の機能を操作するという目的を達成するために、iSEMS では2000以上の新しい物質を合成しました。で、2000がすごいいっぱいですけど、今日2000のことは説明しないですけど例えば私たちの技術で大人の脳幹細胞を若い状態に戻すことができます。で、それすごい、私細胞の人じゃないですけど、ほう頭のニューラルステムセルは子供の時にエクスプレス、もっと元気です。で、大人になったらもっとこの感じにするですから、でもこの
あのアップダウン、フラクチュエーションのことはあの戻すできる。でそれはあの物質のためにとか。でこれ別の物質、この物質はあの自閉症や糖尿病といった病気をあの治せるかもしれないと期待されています。で、あの本当に何も分からない、でもちょっと説明は、あのこれはあのなんかスイッチです。の DNA のスイッチで、あの DNA の中にいろんなオンオフがある。でこれはあのオンとかオフはできないにあのする。だから例えば誰があのオーティズムとかあるの人はこれオフとかオンはこのスイッチはコントロールとかかもしれない、コントロールできるです。でこの物質はあのこの物質であの傷ついても目を改善することができるかもしれません。そしたらあのこの目はあの何も見えない。でもあのこのあのケミカルであのもっときれいになる。であのこんな感じです。であこの10年間でアイセンズ の研究者はあのノーベル賞を含むあの国内外の賞をあの100個以上あの受賞しました。あの皆さんはあの優秀です。私しかないけど、あの他の人はあのすごいかっこいい、賢いです。であのいっぱいプライズができた。であのでもしかしあのアイセンズの成功にはあの研究環境の改善が必要でした。あのどうやって集めるこの偉いの、あの若ママの、あの先生たちどうやって一緒に仕事できる、それ簡単ではないですであのつまりあの研究の成功のためにはあの豊かなあの環境を作ることが必要でした。であのそのためにはあの世界中のトップの研究者を集め国際的な環境を作ることが必要です。またあの若い研究者を信頼することも重要です。でそうすることで彼らがルールを変えていくことができます。このようにあの私たちはクリエイティビティをインスパイアできました。であのうんあはいはい、例えばね、あのこれライトは誰かダウンできますか？簡単にちょっと説明、これアイセンズはあのサイエンスとか細胞とかマテリアルズだけじゃない、コンセプトですの私の勘です。コンセプトでイマジネーションとかクリエイティビティがある。そしてあのこれはあのナオコトーサです。あのトーサ先生はあの連携教授、あのアイセンズの連携教授で、あのちょっと簡単に説明は、あの命はあの予期できないでしょ。でも物質はもっとあの予期できるものです。で混ぜたらあの面白いサイエンスが生まれます。であの直子先生もあのアートで同じあのこのミックスしたものを見せたいです。で本当はこれはあのシェイプと色でしょ。でそれはあのドラムだから、これはあのすごいプレディクタブルでしょ。でもこのプレディクタブルとこのあのこれはあのコンピューターシミュレーションではないです。で本物でしょ。であの私たちのセンスはあの当社先生のアートは
アイセムズの、哲学そのものです。でアイセムズ の、 研究者、アイセムズの研究者のうち 20% は女性で、 30% は外国人でです。そしたら書いたけど、日本のアベレージは 15% で、本当はこの世界のアベレージはだいたい 30% 女の人、女性はリサーチャーです。だからもっとインターナショナルの経営です。でこれ多分私一番好きなことはこれ、もちろん私たち の、 リーダーはすごい偉い、すいません、すごいグレートの人でも、このあでいろんな兄弟 の、 教授が応援する。でもアイセムズのメインはすごい若い人、エイジは39歳で、この年齢は最初の大きな発見をするのにベストタイミングと思います。でしかし彼らが一番大事にしていることは研究に対する好奇心を世界と共有することです。で彼ら の、 素晴らしい実績をちょっと見てください。さあ続いて特集です。先月日本の先端科学をリードする京都大学の4人の研究者のチームが五島市の高校を訪れ1日だけの特別授業を行いました。4人が授業を通して教えたのは学ぶことの意味です。桜井記者が取材しました。この配列っていうのはこの GGGTTA しかくっつきません。生物学的な実験からは遺伝子の実態は DNA であるってことは確からしいんだけれども、白熱する授業。京都大学で物理学を教える准教授、科学が専門の准教授、日本の科学の最前線を走る4人の若き科学者が専門知識を授けます。 iPS 細胞とか ES 細胞がどんだけ再生医療に応用できるのか、その応用可能性、当然わからないことだらけの生徒たち。しかしそれでも問題はありません。授業の狙いは知識を詰め込むことではないからです。授業が行われた五島市の県立五島高校です。進学校の一つですが離島にあるため、学外の人から学んで知的好奇心を広げる機会は限られるといいます。そんな離島の生徒たちに学ぶことの本質を教え、未来の研究者を育てたいと科学者側が授業を発案。メンバーの一人が幼少期を過ごした五島市で実現することになったのです。島の中にいてなかなか外に出る機会がないと思うんですけど、何か少し今後の生き方が変わるようなきっかけを与えられたらいいなとは思います。学ぶということを楽しんで体験してもらえたらなと思ってます。高校にとっても絶好の機会です。もっとなんかいろんな大人と触れ合っていろんな話をこう聞けると、また彼らもちょっと違う考え方とかも出てきたりするのかなと思うので、特別授業では生徒にこんな心構えを呼びかけます。空気を読まないでください。これ言うと怒られるかなって言ったことも言っていい。とにかく積極的に発言し議論を深めること、科学者自身が大事にしている姿勢です。4人の研究者が所属する
京都大学の研究拠点 iSEMS。 細胞生物学や化学、物理学の専門家が学問の領域を超えて手を組み、医療や環境の分野に生かせる新たな技術を研究しています。議論の中で磨かれるアイディアが新発見を生むのです。最近できた学問なんです。授業のテーマは DNA。 生物科学の研究者は DNA と老化や病気の関わりなどを説明。一方、科学の研究者は化学反応を利用して DNA の構造を自在に操る技術を紹介。 DNA を極めて小さな折り紙にすることもできると説明しています。こういう形をなんかさ、まず、わからないことの整理に取り掛かった生徒たち。がんは何がダメなの？何がダメなの？正常な細胞とがん細胞の比率ががん細胞の方が多くなってきたらさ、どんどん悪化していくってこと。まあ、そういうことだよ。わかったわかった。わかった。じゃあ動かす。わかった。まあまあまあ。まあまあまあ。互いに理解した事実を補い合い、分かったことを増やしていきます。これを使って、君たちが何を作りたいかということをぜひ考えてみてください。教わった知識と技術でどんなことができるのか。生徒たちは班ごとにテーマを設定し、仮説を立て、それを理論的に説明することになりました。何に注目するのか、なぜそれが重要なのか。こんがらがってきた。向こうめっちゃこんがらがってた。ちょっと俺もゲノムのことよく分かってないですね。受け身の授業とは違って、考える力が求められます。再生するのが決まってるじゃないですか。これを言葉で求めればいい。不老不死の実現、この班が選んだテーマです。正常細胞は伸びるからっていう。議論して仮説を組み立て発表します。正常細胞のテロメアの減少を止めたり、むしろ増やしたりすることで不死身になることが実現できるのではないかと考えました。がん細胞が増殖するメカニズムを解明して逆手に取れば、細胞が老化するのを防げるのではないかと考えたのです。最後に、科学者は自分が学び続ける理由を伝えました。学んで、その思考、その後にさらに試行錯誤を繰り返して、新しい発見をして人に伝えて、そのことで世界を変えて、また人類の血を少しずつ少しずつ大きくしていくためというのが、僕らが考えている学びの理由です。新たに自分で考えていくっていうのが、その主体になってて、今までの自分だったら想像もつかないようなことが、今日のこの5時間ぐらいで考えれたので、とてもいい研究になりました。自分でわからないこととかを見つけて、なんかそれに向かってそれを調べることとかが将来とかにつながっていくんじゃないかなとは思います。知識を授かるだけでなく、自ら考え行動すること。一日だけの特別授業で、生徒たちは学ぶことの意味に気づき始めました。生徒たちも研究者の言葉通り積極的に発言して理解を深めてましたね。いい顔してましたね、はい、特別授業を行った4人は今後もこうした取り組みを続け、若い終わった、すみません このイベントは iSEMS カラバンという、で今はこのカラバンは多分人気になった。で、いろんな場所に多分将来に行きます。で、私の言いたいことは、iSEMS でこのアイデアは若い人から来ました。誰も言えなかったで、これしよう。で、いろんなエグザンプルある。もう一つのエグザンプルは、iSEMS Garage。で、多分知ってる、でも有名、アメリカにスタンフォード大学でいろんな
人がドロップアウトしたで自分のガレージに何か作ったで Mac とかあの Microsoft とかでそのために iSIMS ガレージが作ったであの誰が興味あったらあのじゃあブレインストーミングにしようであの新しい考えしましょうであの一つのすごいあのバカは失礼あの変あの バカ stupid stupid のバカの考えは来ましたでもすごいあの人気になったあのストローわかるストローあの飲み物のためにストローであのストローはあの最後にあのあるでしょあのこの音で一つの学生さんがああできたらあのこのストローは最後であのサイレント音がないでできますかでそのためにこの学生さんがあのいろんなストローがあのシェイプがチェンジしたでで最後にあの これはちょうどいいのストローであのであのメディアがあの聞いたですごい有名でもそういう考えはあのゼロからあの応援したいで誰も言えないで自分のキーで作ってくださいとかそういう雰囲気はあの iSIMS にあのキープしたいですではすみません私の研究はまだ話してないねすみません面白くないからあのであのバッテリーはあるかなはいすみませんはいじゃあ今日のメインねあの今日のメインはあの世界 の, あの大きな2つ の, あの問題の衝突を強調していますあのエネルギーと水ですであの多分皆さんは知ってるでもあのこのエネルギーと水 の, あの関係あるあのコネクションありますでどのコネクション あるは私説明したいであの何ができますであのまずあの水のことをあの考えましょうあのたった 1% の水があの飲み水として利用できます 1% あのこの世界にあの残りはあの海水かあの氷ですあの地下水などが飲める水のほとんどですあの川などあの飲み水はあの少ないですであのさらにあの地下水はあのバクテリアやあのウイルスの影響が少なくあのよりきれいですあでもあの一方川などの水は汚染の可能性がありあの飲み水として使う前に処理が必要です。あのまたあの食料産業に使う水はあの飲み水よりあのはるかに多いです。あのso あの to make your チキンのあの作りのためにあのチキンは毎日飲みますだからいろんな いっぱいのあの水が飲みますあの私たちの毎日の水よりあのいっぱい水がいるあの農業のこともあるあの実際のところあの飲み水になるは になるのはあのたった10% だけです。10%。淡水をあの農業やあの発電に使用することはあの大きな問題です。あのアメリカは発電のためにあの約 50% の淡水を使っています。であの残念ながらあの蛇口から出るきれいな水をあの使う
ことができる人より、あの携帯電話を持っている人 の方が多いのです。で今ではあの中国がエネルギーを一番多く使っています。だから一番よく水使います。あのその消費量が増えることで水資源の枯渇がさらに進んでいます。で知らなかった、これ 私本当に聞いたら信じられなかった。でもあの例えばあの中国の北の方にあの多分あの20年の後は水はない。どうしてはこの水はあの中国 の北の方、あのいっぱいの人が住んでいる、それとあの農業が多い、それとあのパワーがあの使ういっぱいですから、あの多分あの20年、でも中国の南でいっぱいの水ある。だから多分今あの何がプランニング のことは、あの南の水からはあのムーブするトランスファー to the north、であのカナルとかに使います。であの世界にあの水資源の枯渇問題があることはあの誰でも知っています。でアフリカではあの女性はあの毎日何キロ、だいたい11キロアベレージです。でも11キロのも歩いて水を汲みに行きます。しかしあのこの問題はあの貧乏の国だけではないでしょ。あの多分日本に多分あまり日本人多分あまり考えしないでしょ、あの水のこと、あのいっぱいある、あのおとといのあの台風がいっぱい水来ましたけどあのしかしあのこのあの問題はあの豊かな国にもあります。あの例えばあのカリフォルニアで、あのカリフォルニアはお金持ちの場所でしょう。でも水はないでどうする？水はないで行けないでしょう。だからあのあでで例えばあのこの水はあの海からあの多分聞いたことあるディサリネーションとか、あのとかあの水が集めたら、あのスティームがキャッチしたら、それもディサリネーションですけど、それはエネルギーがかけるから、あの それもあのエネルギーと水の関係です。で、あの私たちの研究は、あの環境をきれいにすることです。あの環境は水とかあの空気で、あのそしてあのエネルギーがあのこの真ん中にいる。で、あのそして環境浄化のためにあの分離膜を使っています。でそれ私たち あの一番メインは分離膜で、あのフィルターをと膜、膜はあの私多分2つの言葉を使う、フィルターと膜で両方です。あの一緒です。あのであのフィルターの あの作り方をあのご覧ください。あ、ちょっと説明したい。あの私はあのちょっと変な人ですから、あのどこでもにあの面白い人あったらあのぜひ聞いてください。私のグループぜひ聞いてください。であの例えば私 あの一番最初の学生さんはあの京都大学の食堂にあった。で あの LINE であのこの人は立ったで私で、あの女の女性はあの私にセーブしたからあの怒ったで、すみませんすみません学生さんで、あの 何するで、あの話したで、あのこの学生さんはあのじゃあ私の研究に聞いてください、あのなんかあのアルバイトで
で、あの来ましたで、あのすごい好きでしたから、あのこの、あの学生さんが自分の先生とお願いします、 この研究がしたいですから、で、あのじゃあ、でこの、 あのビデオね、あのビデオはあのあの京都 の、 あの百万部のローソンズある、でローソンズにあのあの毎日コーヒーの飲みます、で、あの、あ、で、あの、あのローソンズの働いてる人はすごいあの賢いそうです、だからあの私一回あの私のグループに聞いてください、で、あのこの彼女は、あ、ごめん、あの私マネージャーです、で、だからでもあの紹介した、で、この紹介したの人はあのアクセサリーの人です、アクセサリー作ります、サイエンスの系関係ない、でもあの来ました、でアーバイトしたで、今テクニシャンです、で、あの本当にあのマック作りますとか、あのマス作りますとか、本当にあの一生懸命にする、あのでもあのアーティストですから、あのお願いしました、で、あのできたらあのビデオを作ってください、私たちの研究のビデオ、で彼女はしたことないです、で、お願いします、頑張って、で、あのこれは一つのビデオで、このウェブサイトで多分ありました、このウェブサイトでいろんなビデオもいろんなことがあるから、ちょっと見てください、はい、はい、お願いします、皆さん京都に行ったでしょ、ってことあるでしょ、これ鴨川で、あ、で鴨川でこれあった、タダです、これもタダです、で、そう、今あの彼女があの言ったけど、あれは少し私たちは砂や活性炭じゃなく、ポリマーを作ってフィルターを作っています、で
あのちょっとサイドストーリーですけど、あのこの吸着、あの活性炭であの吸着できる。で、あのトクシックのケミカルとか吸着。で、ツナであの大きなものはセパレートする。でも、あの例えばあのウイルスとか時々バクテリアもあのできない。であのこの水はきれいに見たらあの誰が飲みます。でそれちょっと問題、私に考えしたら問題は、あのいろんなあの貧乏の国にあのいろんなあの会社がじゃこれ使ったら水がきれいになる。でもきれいとあの飲料関あの政府は違うでしょ。であのマックで、あの私の研究でマックはあの穴がコントロールできる。だからあの絶対ウイルスは入れないとか。 でもあの本当はあの例えばあの日本語わかんないクレイとか、あのでも津波帯の、 あのことはあのタダですとか安いですから使って、でも使ったらきれいになるだけで、あのだからあの私のモチベーションが多いです。あの本当は安いのことが作りたい。でもあのできるのことも必要でしょ。で、あのそしたらあのところフィルターとはあの一体何でしょうか。あのフィルターはあの大きなものと小さなものを分ける、たくさんの穴を持ったシートです。で赤いものはあのウイルスとかあの細菌とかあの有害物質だと考えてください。でまた緑の丸はあの水のようなものです。であのフィルターはあのあのフィルターはたくさんの穴を持つものです。で穴とはあの一体あの何でしょうか。 What? 穴は何ですか。であのこれはあの大きな分子と小さな分子を物理的にあの分ける穴です。でしょ。あの水をはじめ液体の浄化にはあのこのような物理的な穴が溶化使われます。それは本物の穴です。あのいつもいるの穴、物理的な穴です。あとはあのお化けの穴もあります。でこれは本物の穴。で同じ面積あたりの、 あの穴が多いほどあのより多くの分子を分けることができます。あのつまりあのこのフィルターはあの元のフィルターに比べてあの3倍早いです。あのであの良い膜はあの早い膜です。あの遅い膜と同じだけの緑の分子の透視膜がより小さな面積しか必要ありません。小さな膜で済めばあのそれだけコストも下がります。で膜のコストはあの大事な のポイント。でどうして大事はあのこれあのしかし穴の一番大きな問題は目詰まりです。でこれはあのファウリングという問題です。そうファウリングというあのいつもファウリングです、汚れのこと。であのマック
フィルターが汚れたら洗うが必要があります。で、洗うのことでフィルターは弱いになります。で、弱いにすぎてフィルターが交換が必要で、よく交換したらコストが上がります。でしょ。だからあの一般的なマックはなんかインダストリーで多分5年から8年に使う。で、その後は交換する。で、でもこのマックはこの水で、この水は掃除できる、分離できる。この水とかこの水、この水はできない。で、どうしては汚れの問題。だからできれば強いの掃除できるのマックが必要で、何回洗うできるとか、そしたらコストはあまりかけない。で、これは私作りますのことで、これは私たちのマック、自分で作ったのマックで、今このマックはカッティングするで、これはテストのシステムで、この中にすごく汚いの水が入ります。で、これは川の水です。川の水みたいで、これエアプレッシャーでプッシュしたら水がきれいになる。で、本当はこの水はウイルスはないです。すいません。で、普通のマックより2倍とかでもっときれいです。で、一番ポイントは洗うの時に、私たちのマックは簡単に洗うです。で、このマックは一般的なマックは あまりきれいになってなかったです。で、このサイエンスは聞いたら、私質問したら私説明するんですけど、で、私の希望はこの技術はこのきれいの水だけじゃなくて、このサーファスの水は掃除できる。じゃあ以上が水について の我々の研究です。次はエネルギーの話です。化石燃料は発電所に送られるエネルギーを作ります。たくさんの二酸化炭素も排出します。しかし二酸化炭素は窒素と混ざった状態で排出するため分離することが難しいです。それは問題は大体今空気は大体 20% の酸素で、発電所に空気とカーボンはブーン、ま、ふわしたらこの酸素は空気から出まして、この大体 15% のエミッションは二酸化炭素です。で、水をきれいなするのと同じように空気をきれいにすることもできます。
二酸化炭素を取り除いて地中に貯蔵することができます。しかし市販の膜は遅いから大きな膜が必要です。例えば市販の膜では発電所から出る CO2 を除去するには約1000億円の膜が必要です。でそれは問題でしょう。普通日本でだいたい1000メガワットの発電所のことは200あるで、その後はもうちょっと小さいの発電所もある。でも200のだいたい1000メガワットの発電所で、一つの発電所のCO2 キャプチャーのコストは1000億でしょ。$1 billion 200 billion dollars で、誰が200 billion dollars 誰がある？で、本当はこういうコストは したかったら将来のために子どものためにとかペイしたいで、何がするはごめん日本語本当に知らないけども、あなたのビル分かる、ビル、エレクトリシティビルは下がります。だからでもそれしたらすごい人気じゃない、だから誰もしないでしょ。テプコとかこのエレクトリシティカンパニーはしない、どうしては人気じゃないのことでしょ。だからもっと安いの方がいいでしょ。で、それ でも必要なものでしょ。価値、二酸化炭素をキャッチしたことはすごい必要でも、すごく高いから誰もしたくない、それがポイントです。で、もうちょっと安いのことあったら多分皆さんが、はい、じゃあもうちょっとできるです。で、それは私の目標です。で、ちょっとで、ところで、どのようにしてガス分子が膜の中を作るを通過するのでしょうか。どうやってガスはムーブする。この前液体のものは本物の穴がある。でもガスはどうやってする、穴を取っていくのでしょうか。でこれはこれも穴です。これも穴の一つです。しかし先ほどの物理的な穴と違います。これはお化けの穴で、説明したいで、マックを作る高分子が常に動くことで自由体積というとても小さなスペースができますでしょ。すごいモレキュールでもスペースがあるでしょ。これじゃなくてこれがするからスペースある、ない、ある、ない、あるでしょ、この中に。で、それはあの自由体積の U で、自由体積の概念は一般的なものです。東京の地下鉄でもあります。超満員電車から降りるときどうしますか。わかりました。それは自由体積で、地下鉄の中と同じようにガス分子は膜の中にある自由体積を使って通過します。で、私たち新しい分子科学でこのよう
この自由体積のサイズをコントロールできました。そしてあの100倍速い Mac を作れます。それはいいことです。どうしていいことですか？あの どうしていいことで、あのそしてあの Mac の面積はあの100分の1にできます。でだから発電所の処理のコストは100分の1にできます。このかっこいい、このかっこいい学生さん、次はいないですから、あのビデオにある、あのこんにちは、木下陽介です。これ何だと思いますか？ただの紙じゃないんです。これはガス分離膜といって CO2 を選択的に透過することができるシートなんです。なぜ CO2 を分離処理することが求められているのでしょうか？他の原発事故によって日本のエネルギー政策は再び火力発電に依存するようになりました。化石燃料を燃やすことによって生じる排気ガスには多くの CO2 が含まれます。CO2 は地球温暖化を引き起こす要因とされるため、排気ガスから分離回収し有効活用することが求められています。こうして分離された CO2 は炭酸飲料やドライアイス、また消火器といったさまざまなもので社会に役立っています。では現在はどういった手法で分離されているのでしょうか？これまでは液体による化学吸収や固体による物理吸着が用いられてきました。しかしながらこれらの手法は設備の大きさやランニングコストの観点から膨大な費用がかかってしまいます。膜による分離はこれらにとって変わるものとして近年注目を集めている分野なのです。ここからは実際に私たちが使用している素材についてご紹介いたします。この黄色いフィルムは M1 といって世界最高のガス分離膜の一つです。このフィルムの膜厚は100マイクロメートル程度なんですが、私たちはこの M1 を1マイクロメートル以下の膜厚でコーティングする技術を持っています。では実際に実験しましょう。 M1 は溶液状にして簡単にコーティングできます。コーティングされた膜を2つのセルに入れます。ご覧のように N2 に比べ CO2 を選択的に透過していることがわかります。次に片方のセルに M1、 もう片方に市販の膜を入れて N2 で比べてみましょう。ご覧のように市販の膜に比べ PIM1 の透過率がより高いことがわかります。この透過率の差によってこれまでこの面積が必要だった膜材をこのサイズまで小さくすることができ、大幅なコスト削減が期待されます。私たちは熱処理や紫外線処理によってこの PIM1 のさらなる機能向上を実現してきました。今日もより高性能な膜材に向け日々開発を進めています。最後に私たちはこの出来上がった膜材をこのように巻き上げてカートリッジにして実用化することを目指しています。ご清聴ありがとうございました。あれは陽介、木下さん、あの多分グループのアイドルですあのと思います。で、あの綾子のビデオも最近のビデオですけど、
で、ガス分離や Mac の技術は車の燃費を向上することもできます。前に言ったけど、空気は20% の酸素があります。で、普通の車のエンジンはこの空気を使います。私たちはガス分離マックで酸素の濃度を 30% まで高くして、エンジンに供給することに取り組んでいます。多分ガス分エンジンだけではなくて、多分発電所もできるでしょう。発電所のバーナーとかにできる。で、今までの市販の遅いガス分離マックでは達成できない 目標です。なぜですか？今あなたに質問する。 なんで今のマックは車のエンジンに入れない。で、答えは遅いからでしょ。遅いマックは、今の一般的なマックは遅いから、いっぱいのマックがいる。で、例えば私たちのマックは100倍速いですから、普通の一般的なマックは100倍遅い。で、だからサイズは、マックのサイズは100倍で、このマックはロールアップして車に入れてます。でも入れない。だからすごく速いマックに使ったら、あまり表面幅はいらないから、もっと小さいに車にのエンジンに入ります。はい。水とエネルギーに関するマック分離技術について、少しでも皆さんに知ってもらえたら嬉しいです。でもマックは医療にも活用することができます。NCD のこと、非感染性疾患は例えばがんとか糖尿病とか高血圧疾患のことを指します。で、本当は体の中にこの世界の一番ベストマックがあります。この世界、このラングス、これラングス、わかる？このこと、それはこの世界の一番ガス分離マックです。で、このキッニー、糖尿のこと、多分このすごく賢いのマックです。私、普通のマックは大きいのことと小さいのことだけ。でも私たちの体のマックは、あなたは大きいでも好きからどうぞとかする。すごいチューズできる。で、普通の材料のマックはサイズだけとか、ちょっと頭はないです、材料のこと。でもだから、でもそれでも少し将来的には良くない臓器を人工的なもので代用できるようになるかもしれません。そしたら将来に今の何も知らないの材料のマックは、もっと培養のマックになりたい、欲しい。それ私欲しい。だから iSEMS に仕事する。iSEMS にいろんな培養の人がいるから、簡単に話すです。最後、本当に最後ですに言いたいことは、iSEMS のミッションは、私たちが
作ってきた新しい科学や新しい研究環境が実を結ぶように努力を続けることです。そしてその果実が医療や環境問題に貢献できることです。期待しています。でも私たちの未来は私たちの野心で形成されていくのです。これが iSEMS の若い研究者たちの夢です。そんな未来が来るように私たちをサポートしてください。よろしくお願いします。はい、終わった。